熱中症の疑いで亡くなったのは、広島市安佐北区に住む90代の男性です。広島市消防局によりますと、おととい午後1時ごろ、男性が自宅で倒れているのを自宅を訪れた人が発見しました。男性は熱中症の疑いで病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。広島市内で熱中症の疑いで搬送された人が初期診療で死亡となったのは今シーズン初めてだということです。県によりますと、県内では府中市でも1日に搬送された60代の男性が熱中症の疑いで死亡しています。県は屋外での長時間の作業を控えたり、こまめに水分を取ったりするなど熱中症への予防を呼びかけています。